おかしなことを聞くの。私が何を見てるかは。誰この美少女、可愛すぎて目玉が飛び出しちゃいそう。目玉ならとっくに飛び出してるわ。誰も褒めてくれないから自分で言ってみただけ。でもこんな見目麗しい女性、この世に二人といないと思うんだけどな。なんでいつまで経っても素敵な人が私の前に現れてくれないんだろう。それは言い寄る男を片っ端からねじ伏せてるからだろ。だってみんな興味ない上にしつこいんだもん。私は伊達瑞希、旧姓は沖浦、石場女子高等学校の3年生で年齢は18。会社の経営やアビスの進化もやったりしてます。最近の悩みは体重が増えがちなことと、不規則な生活で肌が荒れがちなこと、それと犯罪を犯すような土底辺と接しすぎて心がすさみがちなことです。だいぶ疲れてるようだな。あまり無理をするな。